源氏物語源氏物語各条のあらすじ玉か十条、行行、行行は、源氏物語五十四条の巻名の一つ。第二十九条。玉か十条の、第八条。巻名は、玉かと光る原始の歌、内切らし朝曇りせしみゆきにはさやかに空の光やは、密詞及び、あねさす光は空に曇らぬをなどて見雪に目を、切らしけむによる。 光源氏ゲ36歳の冬から37歳の2月までの話。12月、霊勢三角の大原野への行行が行われ、玉カズラも見物に参加した。初めてジップを見た玉カズラだったが、それ以上に霊勢三角の淡麗さに見とれる。そんな真珠を見透かしたように、源氏は玉カズラに生児としての出資を進めた。源氏は、 玉カズラの模擬を急ぐ傍ら、ジップ、内大臣に、腰ゆいの役を頼むが、玉カズラが、自娘とは知らない。内大臣は、母大宮の病を口実に遠慮する。そこで源氏は自ら大宮の見舞いに参上し、大宮と内大臣に、玉カズラの蘇生を明かした。内大臣も今度は、喜んで腰ゆいを引き受け、模擬当日ようやく親子は、対面を果たした。 やがてことの次第が世間にも漏れ、大海の君は玉かずらばかりが誰からも大切にされるのを羨んで、ますます周囲にからかわれた。ありがとうございます。